も、結局です。今日ですね、ナイトガンダム物語、大稲さん続きやってみましょう。まあ、ちょっと話聞くか。マクベがメッサーロと話しているのを聞いた。真実の鏡をここから北東にある洞窟で使えば何かわかる。了解。船を差し上げよう。はい。じゃあ次なんですが、ちょっと寄り道したいなと思います。コールの書取りに行きます。洞窟かなり長かったので道中カットしました。なんじゃ、コールの書が欲しいのか。はい。よかろう。ではお主がコールの書を授かるのにふさわしきものか試させてもらおう。ドームか。楽勝っすね。じゃがこれはどうかな。ナイトガンダムやるしかねえ。弱いね。まあ、こんだけ通りゃ十分っすね。楽勝。ほうやるの。しかしこれならばどうじゃ。サタンガンダム、まあ戦うでいいかな。押し切れるやろ。1か。27。サタンガンダム強いね。ちょ、でも普通に攻撃いってみますか。セーラ防御で75。これでいきましょう。あ、もう終わったか。経験値うまい。魂の玉か。ふむ、合格じゃ。これを授けよう。コールの書。ちょっと魔法のルビー使っとこうか。コールの書。コールの魔法を覚えた。カードだそう、実体化し。今早かったね。なんて、一緒に戦わせることができるぞ。1枚だけバトル中に呼び出せる。まあこれ昔よく使ってましたね。まあ面白いよね。まあそれなんかめちゃくちゃ強いっていうわけじゃないんですけどね。でも強いの言いましたよね。はい、ペルガミンいきます。ここからストーリー進めていきたいなと思います。さあまずはね、ここやね。もうどう考えても怪しいよね。ここは妖精の森よ。妖精の森と書いてある。北の洞窟には巨人の力を弱めると言われている光の弓矢があります。しかし神官マクベの手によって洞窟は大きな岩で塞がれているのです。だからみんなで力を合わせて岩を動かさないと洞窟に入ることができません。まあ後でその話があるんですが、岩をね、あの5人で動かすんですよ。仲間を集めていけんす。あー、こういう感じか。守りの杖が欲しいですね。これ最強です。守りの杖買って、であとはクリスタルソード、まあいらないんですが買っとくか。ちょっとセーラの攻撃力上げたいよね。二刀流でいきましょう。
これで167、まあ、めちゃくちゃ強くなりましたね。で鋼の剣はいらないです。ナイトの盾もまあ打ってもいいかな。こっちやったかな。あ、いましたね。ちらっと見えてましたね。巨人は悪くない。悪いのはジョン族。お願いだから巨人をそっとしておいて。おそらくキッカは伝説の巨人の居場所を知っています。私が必ずその場所を聞き出してきます。ではさあ、じゃあ次洞窟やね。キャノン発見。おい、洞窟の前の岩は5人で力を合わせると動かないぜ。なんなら手を貸そうか。めっちゃ上から来るなこいつ。だったら勝手にするんだな。借りるしかないっす。はい、あと1人。なんか教えてくれるんかなこれ。そうか。ラクロは戻ります。でタンクの力借ります。王様もすっかり元気になるとね。私の助けもいらないでしょう。また共に戦いましょう。タンクは仲間になりました。とても心配をかけてしまったようじゃな。じゃがもう大丈夫じゃ。みんなの力を合わせて、このスダとアカワールドに平和を取り戻すんじゃ。はい、5人パーティー。戻ってきました。さあ、洞窟へ入ろうぜ。我はもうすぐ蘇る。この洞窟を永久にさまようがいい。キャノンどっか行っちゃいました。とりあえず真実の鏡を使いましょう。了解。ちょっと照らしとこう。はい、今度はもう楽勝です。どっちだ。宝か。お、薬箱いいね。光の玉発見。光の弓は渡さない。追いかけよう。オッケー。じゃあ追いかけよう。雑魚やね。待ってくれてると。いいやつやね。逃げよう、めんどくさい。もう落ち着いたのか。わかりやすい。まとめてやっつけてやる。戦う、まあこれ楽勝っすよね。タンク、そこそこ強いんだこいつ。
終わったか。光の弓、そして光の矢、キッカーをやっと説得して連れてきたよ。私も一緒に行きます。ジムスナイパーが仲間になりました。一生城はジオンの魔力によって見えないの。でも私にはわかるわ。ついてきて。巨人は一番上の階にいるわ。で、二章はここクリアしたら終わりです。なんですが、今回はちょっと寄り道したいなと思います。次回一生城は行きます。あ、ジムスナイパーはね、レベル1。何しに来たんっていうね。レベル1で。これきついよね。ここで加入してさ、レベル1って。OK、楽勝。これでレベル5になりました。まあジムスナイパーはね、まあその当時やってた時もそんなレベル上げてないっすね。そこまで。まあいつもなんか倒れてたイメージ。何を覚えるとか知らないっす。さあ、この洞窟です。あ、ターンじゃねえ。俺なんターン使った今。ライトです。ここはね、当時めちゃくちゃ迷ったんすよ。なんでもう覚えてます。見えてないところに落とし穴があるんすよ。まあ適当に歩いて、そこ落ちて、でまあさらに落ちてみたいな。誰誰誰？こっちだったっけ？上だったっけ？あ、違ったなこれ。これ間違ったやろ。覚えてますとか言ってさ。下じゃないこれ。下やね。オッケー。落とし穴で、どうだ？あ、宝あるね。倒しとくか。光の石。どっかないか。落とし穴。あった。広いね。で、ここっすね。なんと隠し階段を発見した。リコールの書を発見した。リコール。ナイトガンダムはリコールの魔法を覚えた。リコール。敵味方の実体化したカドアスを全て消し去ることができる。ということで、今回はここまで。次回、石の城からやります。ご視聴。ありがとうございました。